花々ガーデンの花と野菜園への入り口地図花々ガーデンで5月初旬にはバラの花が満開神奈川県立花と緑の触れ合いセンター花々ガーデンは神奈川県平塚市寺田縄にある植物園オリエンタルランドグループグリーンアーツの特別目的会社神奈川がパートナーズが PFI 方式によって建設管理している正式名称は 神奈川県立花と緑の触れ合いセンターであり、花名ガーデンは一般に公募して付けられた愛称である。旧、神奈川県農業総合研究所の跡地に建設され2010年3月1日にオープンした。総面積は9万2000平方メートル。5月初旬に満開にあるバラ園が特に有名で、園内には約1300品種。 2300株が植えられていて、原種から現代のバラまで、系統、分類ごとに楽しめるようになっている。園内のコンセプトは、チェコの作家で、著書、園芸家12ヶ月もあり、園芸家としても知られるカレルチャペックの暮らしを手本とし、日常生活の中に、園芸をプラスするという提案をしている。そのため、園内には、 プラハに現存するチャペックの家と庭園をイメージした展示も行われている。ありがとうございます。